はい、どうも、コミーです。いやー、絶望だわ。これはね、絶望でしたね。マジで久しぶりにクラン対戦リーグで星1をやりました。正直言ってね、半年以上僕多分星1は取ったことがない。あれですよ、タンホール13のアカウントで14攻めて星1とか、それありましたけど、いやー、このね、本赤で星1はマジ半年ぶりぐらいですね。もう、さすがに答えた。なんでね、こんなことになったのか。しかもこれ、編成見てもらって分かる通り、得意戦術で攻めてるわけですよ。花火打ってるんですよ。で、言ってしまえば取るでもなかったわけですよ。なのに、こうなった。なぜかちょっとね、一緒に見ていきましょう。いやー、ショックマジで。しかもさ、まあいいや、後で言うわ。もう一個ね、この星1におけるショックなことがあって、いやー、まずですね、どんな感じで攻めたかっていうと、プラン簡単に説明するとね、この辺っていうのは、イージーにカットができるんでカットしていって、でこっちからキングクイーンをね、こう入れていきます。でキングクイーンは、ここにね、こう入れていきたかったんですね。投石機を壊してほしい。でそのまま対空砲までこうね、歩かしていきたいと思いました。で相手のアーチャークイーンも横にいるんで、それも潰していくっていう感じですね。こういう風にドラゴンこの面から出していって、スーパードラゴンですね。で、突撃艦を届けていって、タウンホールの近くにある、当然タウンホール。さらにはクラン城。で、投石機。この辺をきっちりと、クローン、インビジで折り切りながら、クロスボウだったりね、っていうところも狙っていきながら、ババキンもいるんで、それも狙おうと。いうことで、今回クローン2枚採用にしています。こんな形でですね。プランはそんな形。なんでミスっちゃったか見ていきましょう。序盤はね、自分で言うのもなんだけど悪くないと思うんですよね。アーチャークイーンでしっかりこの対空砲を見ながら、言っていますが、ちょっとね、削りが深すぎるとドラゴンが変に逸れちゃうんで、この辺でね、早めにドラゴンを展開していきました。で、対空砲に次アーチャークイーンがアプローチしていきながら、キングを出していって、この辺の投石クロスのターゲットを取っていく。これもいいですね。流れ的にはすごく悪くないです。ちょっとこの陸クロスがね、クイーンに入ったのが痛かったんですけども、ギリギリクロークも使わずにドラゴンがね、破壊してくれました。で、問題はここから。これですよ。はい、ここね、ドーン落として、クローン、レイジ、いい感じですね。スパガもちょっと赤爆弾ダメージ食らってますけども、そんな問題ではない。しかし、ネクロとスケゾンに大量に攻撃が吸われ、その後さらに、はい、これ、キングに攻撃が吸われ、で、最後のインビジから瞬間的に、スパガゴが逸れちゃったんですね。で、タウンホールに行かず、無傷のタウンホールが残っちゃって、ダイクが完全回復してくれましたみたいなパターンだったんですね。で、この時考えていたのは、なんとかこのね、ドラゴンだし、こっちにいるドラゴンだったりとか、あとは、まだね、生きてるクイーンが、こう回ってきてくれるチャンスないかなと思ったんですけども、クイーンやられちゃったし、ドラゴンに勝つしかないなと思って。で、ここで、シールドを投げてね、とにかくタウンホールの方に向かわせます。なんだけども、このフリーズマーマイスね、これね、グランドボデンゾを固めようと思ったんですけど、それよりもむしろこのエアスイーパーですね、固めるべきは。で、こっちを固めなかったんで、ドラゴンの攻撃もちゃんと入りきらずに、もうちょっとだったんだけどね、押し切れなかったと、いうところでした。さて、これを見てですね、なんで見つっちゃったのかっていうところ、分かった方いますかね。僕は最初分かんなかったっす、正直言って。もうこれネクロとキングに完全にやられたと思って。それが原因だっていう風にもう自分の中ではめられたようなつもりでいたんですけど、でも正直ね、そんなことないんですよ。花火ってもう使い込んでるから、自分自身をもうそういう確信持って言えるところあるんですけど、よっぽどね、自分がミスしない、よっぽどというか自分がミスしない限り、そこそこの対策っていうのはトルネード以外だったらなんとかなるんですよ、花火って。でもできなかったのはどこなのかっていうと、ズバリ突撃艦を落とす位置なんですね。ちょっとそこを言わしてください。もう一回見んのかよ、ゴミよっていう風に思うかもしれないですけど、ちょっと言わしてもらいたい。本当に悔しかったから。もうね、本当よ。いや、もうこれ刺さったと思ったんですけどね、花火が。このキングとさ、クイーンのルートもかなり良くって、相手のアチャクイでクロスボウ、投石対空砲をヒーローで折れる。最後までクイーンが生き残らないっていうのはちょっと、よくないんだけど、それでもね、ちゃんとロイちゃんをこっち側からこう出していけば、クイーンをね、延命できるロイちゃんの使い方ができて、最後までクイーンに勝つことは多分できたと思います。で、
見てもらいたいのはこの突撃艦の落ちる位置です。はい、これね、手動で落としたんですよ、僕今これ手で落としたんです。なんでかっていうと黒爆弾赤爆弾がバンバン出てきてビビっちゃったんですね。でこの時ちょっとなんか自分のその花火に対する手応えっていうのがなくて、少しね、攻める気持ちがなかったっていうか、なんかこう不安を感じながら攻めてたんですよ、自分自身に。なんでそこでビビって負けちゃったんですね、落としちゃったんですよ。なんですけどこの落とした位置っていうのがすっげえ悪くて、まあ見てみましょうか。しっかりさ、タンホールに入らないところに行っちゃってるんですよね。初手タンホールに入ってないんですよ。つまり初手タンホールに入らない花火っていうのは基本的に超リスク高いです。マジタンホールが残って星1になる可能性があるんで。なのに、僕今回ね、タンホールのところまで届いているからトルネードかかったわけでもないし、インビジを重ねて使っちゃったんですね。これもしもトルネードかかってたらインビジを使わずにロイヤルチャンピオンのインビジを全部使って意地でも星2を取るっていう選択をしたんですけど、そうしなかったんですね。で見てもらいたいのはここ、落とした位置からタンホールまでっていうのが、これざっくり言って1でしょ、1、2、3、まあ、4マス、5マス分ぐらいかな。4から5マス空いてるんですよ。これね、ダメなんです。実は。ダメなんですよ。花火を落とすときに、許容されるタウンホールとの距離って、だいたい3マスって思っておいてもらった方がいいです。これ超重要。なんでかっていうと、さっき言ったように、初手で、ガーゴイルがタウンホールをたぎらないからです。初手でマジたぎらせることめっちゃ大事です。まあ、戦略的にっていうとちょっとカッコつけすぎかもしれないけど、トルネードをタウンホール周りで食らって、でそこで爆破ダメージでガーゴイル全部死んじゃうっていう場合には、あえてタウンホールを隠すとか、そういうことも、まあ、一応ねやるっちゃやるんですよ。けどそれって、まあ、割とハイリスクなんですよね。で今回みたいにトルネードがないんだったら、もう3マスっていうところをきっちり守った方がいいんですよ。これができないと初手でタウンホールを落とせなくなっちゃうから、花火の成功率が下がりします。めっちゃ下がるんですね。でもう一個ね、それで悪いのが、花火の特徴っていうのは、タウンホールの攻撃がどこにも入んないから強いんですよ。後ろから来るドラゴンが追いついちゃって、タウンホールからの攻撃が後ろから来るドラゴンに入っちゃうとか、そういうケースが起きた場合は花火の効果が半減しちゃうんですね。じゃなくってしっかり後続の主力のドラゴンが来る前にタウンホールを落としきることができて、かつ周りのインフェルノとかクロスボウとか宝石とかね、そういうのも落とすことができるから花火強いんですよね。ここのところを意識してちゃんとタウンホールをまず狙える位置に落とさないと、だいたいこういう事故が起きやすくなるし、仮にタウンホールを2番手3番手の順番でたげっても、後ろから来るドラゴンが全部死んじゃうとかいうことは結構あります。なんでとにかく3マス、これねマジで意識した方がいいです。自分に負けちゃいけませんよね。でこういう形でね、成功するのもちょっとこっからね、もうだいぶね触れちゃしまくって、自分自身にこうなんかね勇気を持てるって言ったらなんかあれだけどさ、まあ、勇気を持ってね攻めれるような、まあ、攻めの気持ちに切り替えてね、ここから前回取り続けているわけなんですけども、2戦ね連続で、まあね、これはまあ割とシンプルな攻めですね。対空砲を壊したらこの辺の対空火力が落ちるので、まあ、ここを落としてからベビードラでカットして、なるべくねドラゴンたちの面っていうのをローコストでこう潰す。この辺のねアイデアっていうのは、まあ、ロケバルとベビードラを使ってどれだけの施設を削れるか、まあ、場合によってはドラゴンライダー突っ込んでもいいですねっていうところを意識しながら、この角、四隅の角を見て、まあ、ロケバルだったりを使って効率的に潰せるところはないかなっていうふうに考える手をね、やっぱねドラゴン、まあ、特に花火をする人はつけておくといいんじゃないかなっていうふうに思います。で今トルネが来たけど、ここはねもう落ち着いてきましたね。はい、これ見てください。これ3マスの距離に落ちてますよね。ここに落っこってるから、だいたい1、2、斜め3マスかなぐらいの距離に落ちてるんですよ。こうすると、ちゃんとガーゴイルが初手でタウンホールをこう、たげってくれるんですね。この距離だったら。たげってくれるんで、タウンホールを落とすことができて、その後、こういう風にね、真下にあるクラン城とかそういうところにも、ダメージを入れることができる。で、無駄なインビジを打たないように、まあ、するっていうのも大事ですね。スーパーガーゴイルで削るべき防衛っていうのは、スーパーガーゴイルを落とすこの位置の、ドーナツ状に、こんな感じかな。こんな感じ。ドーナツ状にこの辺なんですね。この辺を削っていって、まず第一に。
削っていって、第2に真下、この真下を削る。でこの範囲を全部削ったらもう無理にガーゴールにインビジを3枚目4枚目かける必要ないですね。それするよりはロイヤルチャンピオンとかにインビジを使えるように無駄なインビジを出すに取っとくのが結構ベストです。今回は援軍なんかも小粒が入ってなかったし、あとキングもいなかったし、でスケトラも出なかったんで、ほとんどってか多分出なかったかな。なのでインビジ2枚で花火がもう成立しちゃったんですね。まあ、こんな感じで使っていくといいです。無駄なインビジを使わないってことですね。あとタウンホールとの距離、この距離感がねやっぱマジ大事っす、本当に。でですね、もう一個はこれはまあ防衛レベルが低いんだけど、同じような、まあ、距離感の話はもうしません。次はね、プランニング的な話をしたいんですけど、まあ、せっかく花火をね取り上げてるんで、この配置を花火で攻めるんだったらどう攻めるかっていうと、この面かこの面なんですよね。どっちか、タウンホールに突撃艦を届けていく。さっき言ったようにタウンホールの逆サイド側から攻めていかないと、あんまり良くなくて、理由は2つあります。1個はさっき言ったと同じので、タウンホールだったりその周辺の防衛っていうのが後ろから来るドラゴンにダメージを与える前に、壊しておかなければいけないから、これが1個目っていうの と、その突撃艦がトームでこう飛んでいく過程で、黒風船と呼ばれる、まあ、ホーミングとか赤い爆弾ですね、あれを回収してくれるから後ろから来るドラゴンが罠にかかんなくなるんですね。これが結構大きいです。なのでこのどちらかの面でいくわけなんですけども、じゃあどっちの面がいいか、この面か、すみません、この面がいいかこの面がいいかなんですけど、こっちの面から行こうと思うとヒーローを出す場所はこっちかこっちですよね。こっちかこっち。で、この1の方から出していくと何が起こるかっていうと、このね、陸のクロスボウと対空のクロスボウが、キングとクイーンに向いちゃって、で、永遠にここを撃たれ続けるんですよね。これがすごく嫌だったから、この面はまずないなと思いました。で、2つ目、上側のラインですね。上側のラインもいいんだけど、上側のラインから行っちゃうと、キングとクイーンの仕事がすごくね、読みにくいんですよね。なんて言ったらいいのかな。ここから行くと、この中にこう入っていっちゃった場合、こっちの方の投石機とかアーチャークイーンが手つかずになっちゃう可能性が出てくるので、それが最後、ドラゴンとかアーチャークイーンを潰してくるし、やっぱね、アーチャークイーンが最後で相手のアーチャークイーンが生き残っちゃうパターンっていうのは、まあ、花火以外もそうかもしれないけど、あんま良くないんですよね。ということで、この面やめました。で、じゃあ、こっちの面から攻めたらどうなのっていう話なんですけど、こっちの面から攻めたときに、こう歩かせると、やっぱりね、アチャクイーンの範囲が嫌なんですよ。こういう風に。アチャクイーンが、自分たちのアチャクイーンとこれ勝ち合っちゃうんですね。この大工の小屋とかをアチャクイーンがかけたときに、この壁に近づいたときにアチャクイーンが出てきちゃうんですね。それがすごく嫌だったから、この面やめました。っていうと、こっちの面ですよね。ということで、この面を選びながら、こういきます。そうすると、キングクイーンを出す場所っていうのを、まあ、この辺にすることによって、この壁の隙間に突っ込ましていった時にめちゃくちゃね、キングクイーンの仕事が大きくなるなと思って、まあ、それで、今言った面を選びました。でもそうするとこの三次方向厄介なんですけど、ここに関してはこんな感じ。やっぱロケバルでさっき言ったようにアドバンテージが取れるかどうかっていうところを考えて、取れるなと思ったからロケバルで潰しておきながらドラゴンライダーをこうイーグル砲の方に当てて、でサイドカットをするっていうアイデアですね。なんで面を決めたら、じゃあこの両サイド、こっちもそうっすよね。このアチャ島をロケバルで潰してからベビードラゴン。で、この両サイドっていうところをどういう風にケアするかっていうアイデア。キング、クイーンを歩かせるベストな道が出来上がったら、その両サイドのケアを考えるっていう順番でいくと結構、うまくいくと思います。ドラゴンのカットとですね。で、ドラゴンを出していって、で、さっき言ったようにこれ、ドラゴンライダーでイーグル砲をこう狙っていきますね。で、後ろから突撃艦を当てていきます。で、花火に関してはもうさっきから何度も言ってるんで、あんまり細かくは言わないですけど、まあ、こんな感じですね。ホーミング1個回収したかな。2個目は回収できてませんね。1個しか回収できなかった。で、やっぱりこの3マスの位置にちゃんと落として、で、インビジをかけていきながら、初手ではなかったけども2手目でタウンホールですね。潰していきます。で、キングクイーン予定通りこの辺から出していきますね。ここから出していきながら、ここアーチャーでこうカットしてるんですね。こうすることによって、この隙間にキングクイーンが入っていくルートを作ります。ここはもうね、プランニングをめんどくさがらず考えるかどうかですね。すげえって思ってもらえるかももしかしたら知んないけど、どういう風なルートを歩いたら、
キングクイーン一番強いかなっていう風に、この対空砲をやっぱ壊したじゃないですか。でこのマルチインフェルノも壊したじゃないですか。だったらこの今キングクイーンがいる区画に、どうしてもヒーローを誘導していきたいわけですよね。っていうと今のこのアーチャーの仕事っていうのが大事になってくるんですね。このアーチャーが1枠ですけども、キングの誘導にすごいいい仕事をしてくれている。でロイヤルチャンピオンはもう、割とですね、ユダさんなんかもあの適当でってよくプランニング説明するときに言ったりするんですが、本当僕もそうですね。ロイちゃんの位置ってあんまり決めとかない方がいいです。あの決めとかないと混乱しちゃうよっていう方もいると思うんですけど、実は決めても混乱するんですよね。自分が思っている通り の, あの破壊の形になってなかった場合に、あれどうしようっていう風に焦っちゃうんで、まあ、そういう焦りが決めようと決めまいと起こるんであれば、もうロイヤルチャンピオンはあらかじめ決めておかずに、まあ、この辺壊すことを考えようかなぐらいの、緩いあのプランに留めておくのが僕はいいかなと思います。多分ですね。で今回はそんな風にしました。あの最後投石がちょっと残っちゃったんで、まあ、そこに打っていけば、まあ、ロイちゃんいいかなみたいな感じ、適当ですね。はい、っていう形で、攻める面を選びながら、キングクイーン、と、まあ、最後ロイちゃんで締めていくという形がね、やはり、大事になってくるん でヒーローをどこの面を歩かせたいかっていうことをまず考えながらプランニングしていくっていうことと、あと、星1を取っちゃった理由っていうのは、タウンホールと突撃艦を落とす位置の距離です。ここのね、距離のところを本当にビビらずにしっかり、手前3マスを目指して落としてもらうといいと思います。で、まあ最後にね、これですよ。これ2戦目僕ら敗戦しちゃってるんですけども、星1個差で、しかも破壊使ってるんですよね。だから僕がこれ、星1しなければ星2でも勝ててたっていうね。はい、この今現行このクランが1位なのかな、このリーグで。この見ましたけどね、まあこの敗北を、まあ、糧にしてこれからも頑張っていこうと思いますので、この動画参考だったらとても嬉しいと思います。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で僕のチャンネルこんな形でクラン対戦の解説系の動画中心にやってますので、タウンホール12から14まで幅広く扱っております。これからもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。ではちょっと今日長くなっちゃいましたけども、最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。